Watch your heads, both of you, okay? Pop. まあ、つまりそういう反撃に出るというのもですね、自分の損傷とを常に計算できる、そういう頭脳がないとできないですね。
で先ほどの話のちょっと続きになってしまうんですが、はい、やはりこれから上からの映像というのは非常にあの、はい、サイドから見てますとやはり上から一応それから解説しますので、はい、アッパーだったのが微妙なラインのところがあったりするんですが、なる若干上からのカメラの映像を見ますと非常に分かりやすい、そうですよね、まあ、上ばっかしだと今度は、はい、いろんなこういうインサートに入った時ですね、そういう時の方が分かりづらいところあるんですけど、お互いに投げ合いになってしまいましたが、それにしてもちょっと意外な展開ですね。あのアウグストさん、はい、あの非常にしぶとい選手なんで、うまくやり過ごすのかなと思ったら、はい、もう道銀がやりたい放題のことやってますからね、全く絶対に相手のパンチをかわしておいて、そしてみこういう細かいパンチを当てて自分のリズムを持っていくんですけど、道銀が全く乗ってこない、この今も左右、はい、的確に相手の顔面を捉えています道銀、ちょっと今トリッキーな、やはりこれはいかんということでアウグストス、ちょっとトリッキーな動きを見せていますね、こういう動きあるんですけどね、これはもうお客さんよく知ってるんですね、素晴らしい、それでも聞いてないよといった感じ、右のスルート、ノリパンチを食わなきゃかっこいいんですけどね、この辺りドリーの方が逆に冷静ですよね、聞いてますよこれ、右側に追い詰めた、右引き上げてくる、アッパー離れ際にも打っていきます、ドリー、右、スルート、ドリーから右のスルート、右アウグストも返していきます、アウグストのパンチは本当に力がないですね、昔は本当に弱いパンチと手を持っていたというか、はい、普段はですね、はい、そしてこの弱いパンチをうまく織り交ぜて強弱で相手を追い詰めていくんですけどね、先ほどの時はちょっとロープを背にする場面が多くなってきましたよね、はい、アウグストってちょっと苦しい展開ですね、このショートレンジでの打ち合いはやはり道理の方が有利ですかね、そうですね、やっぱり道理の方がコンパクトでいいパンチ出してますね、はい、左ストーンと左を残して右を伸ばしていきましたが、アウグスト後が続きません、第5ラウンド間もなく終了の番になります、上打ち合っている、第6ラウンドに入りました、さあライト級の10回戦ちょうど折り返しの地点に来ましたが、終盤アウグストスの方が勢いなくなっていますね、そうですね、完全にペースを握られてですね、はい、どうなんでしょう、ちょっとかなり厳しい状況に追い込まれたかなという感じしますね、ドリンが金のトランクス、そしてアウグストスが紫とそして黄色のサイドラインが入っていますトランクス、おっと右のストレート、アンチの数もやはりこれは道理の方がかなり出してますね、そうですね、